にちは、カワポンです。2023年度中央大学の志願者が確定しました。今回は商学部になります。商学部は2回の日程に分かれますが、同じ日程であれば志望順位をつけて複数の志望学科コースに志願ができます。今回は第1志望の学科コースに基づいた数値になります。また商学部はフレックスとフレックスクラス1というコースがあります。これは大学に入学してからの語学の単位が異なります。クラス1の方が語学の単位が少なくても卒業できるコースになります。さて、数値を見てみると前年を超えているところが多くなっています。特に経営学科のフレックスは前年 243% と大幅な増加になりました。他はご覧の通りになります。おかげさまで本業がかなり忙しく、コメントはこの辺りにしておきますね。それでは皆様、さよならさよならさよなら。